どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、8月から9月期の燃油サーチャージがね、0円が継続となりましたので、解説ね、やっていきたいと思います。まあ今現時点でですね、2020年の5月より前にね、特典航空券をもう発券されている方はですね、取り直すことによって、差額のね返金受けることもできますんで、まあそれも軽くね、解説していきたいと思いますんで、最後までね、見ていただけたらなと思います。でこの燃油サーチャージって何っていう方もねいらっしゃると思うんですけども、この燃油サーチャージっていうのは、まあ、飛行機のね、燃料が、高騰している時に一部ね、航空券の料金にねプラスしてこの利用者がね、まあ、支払うという風になってるんですよね。この燃油サーチャージはね、まあ、運賃に含まれていて燃油付加運賃っていう感じでね領収書には記載されるんですけども、この燃油サーチャージはですね、2ヶ月に1回この価格に応じてね改定が入るっていうものになっておりまして、今回ね8月から9月の改定が入りまして、6月7月もね0円だったんですけども、8月9月期もね0円になったっていう感じなんですよね。この燃油サーチャージのね費用が、まあ、今回0円というふうに発表になりましたので、2020年5月より前にね発券されている方はこれ取り直すだけでね本当に万を超えるね金額の返金が受けるようになっておりますので、ぜひね取り直すようにしてください。でまずねこの燃油サーチャージなんですけども、国際線のね飛行機の、所持税と一緒にね請求されるものというふうになっておりまして、あの国内線の場合はですね、請求書に一応記載はされてないんですけども、航空券のね料金に含まれるといったイメージになっておりまして、ですのでまあこの燃油サーチャージがね、安くなれば、まあ、国際線のね運賃ももちろん安くなりますけども、国内線の料金もね比例して、まあ、安くなるっていう感じなんですよね。で ANA のね、国際線、東京からニューヨークの場合の、航空券の内訳をねちょっとこちら画像を出しておきますけども、こちら東京羽田からニューヨークの運賃なんですけども、こちらの欄にね燃油特別付加運賃っていうね1万500円っていうね料金が記載されておりますよね。まあ、これが、燃油サーチャージ代っていう風になっておりまして、まあ、これが片道1人ね、かかってくるということですので、まあ、1人の場合は、往復で2万1000円1000円ね、まあ、請求されるわけなんですよね。まあ、これ1人の計算でね、まあ、2万1000円ということですんで、まあ、これが仮にね4人家族の方でねあの航空券取った場合なんかは、まあ、これが4倍っていう風になりますんで、8万4000円がね燃油サーチャージで取られるんですよね。かなり大きい金額ですよね。まあ、今回これがまあ0円になったということで、もしね2020年5月より前にね発券したものがあれば取り直すことによってこの8万4000ね節約できるっていう風になってるんですよね。まずね ANA のね国際線の特典航空券の場合は変更などがね、まあ、無料になっておりますんでかなり良心的ですよね。地元空港からまあ羽田とか成田とかね乗り継いで国際線に乗られる場合なんですけども、まあ、そういう方はですね地元空港からの便を1便早くしたり遅くしたりとかね、まあ、こういうので、再計算ねされて、請求されるようになりますんで、もしね地元の空港から羽田成田乗り換えでね国際線乗り換える方は、まあ、こういうやり方でね燃油サーチャージの割引が受けれるようになります。もしね、乗り継ぎのないね都内近郊にお住みの方はちょっと残念ながらね国内線のね便がありませんので、都内近郊の方でこの割引を受けるっていう風になると、メインのね国際線の日程を、1日ずらしたりとかね便を変更したりとかねそういうことをすると、割引が受けれるっていう風になっております。でこれは ANA の場合でして、JAL の場合なんですけども、JAL の場合は国際線でね特典航空券はキャンセル料がね3100円、かかってきてしまいますよね。ですので、JAL のね、特典航空券の国際線2020年5月より前にね発券したものを持っている方はですねこの3100円のねキャンセル料がかかってきてしまいますんで、燃油サーチャージのね返金額とこのキャンセル料ね天秤にかけてもらって、3100円以上ね戻ってくるようであれば、まあ、キャンセルしてね、まあ、取り直すっていう風に
なる感じなんですよね。で、キャンセルしてね、取り直しが必要というふうになりますんで、もしね、便が取れなくなったりっていうね、危険性もゼロではありませんので、まあ、その点をね、注意していただいて、利用してみていただけたらなというふうに思います。で、最後にね、こちら注意事項なんですけども、この燃油サーチャージがね、0円になった時に、この航空券のね、便を変更して、まあ、差額をね、受け取るわけなんですけども、2020年5月まではね、燃油サーチャージがね、かかっていて、まあ今6月から9月まで、燃油サーチャージね、かからない時期っていう風になってるわけなんですけども、今みたいな感じで、5月までは高く、今は安いっていうのはね、いいパターンなんですけども、これがね、逆パターンの場合、これをやってしまうとですね、支払い、追加で支払いが、必要になってきてしまいますんで、特に注意してくださいね。というのも、この燃油サーチャージっていうのは、飛行機にいつ乗るかで、算出されるのではなくて、航空券を発券した時に、この燃油サーチャージっていうのはね、支払わなくてはならないっていう風になっておりますんで、この点はね、まあ大丈夫だと思うんですけども、忘れないようにね、していただけたらなと思います。いかがだったでしょうか？今回は、燃油サーチャージが、0円、2ヶ月ね、延長になりましたので、解説させていただきましたけども、まあ個人的な見解だとですね、まあ10月以降もね、この燃油サーチャージ0円がね、まあしばらく続くのではないのかなっていうふうに思っております。というのもね、まあ現時点で国際線全然飛んでおりませんので、需要はね、まあ減ってるので、まあ多分ですけども、まあ10月以降もね、0円継続するのではないのかなっていうふうに思っております。またね、今回の期間は8月から9月っていうことですんで、8月から9月に入ればですね、来年のね、夏休みとかね、お盆とかの、特典航空券ね、発券できるようになりますんで、もしね、2021年の、8月のね、夏休みとかお盆とかね、国際線予定されている方はですね、ぜひね、燃油サーチャージ0円でね、国際線発券できるチャンスですので、ぜひね、覚えておくようにしときましょう。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、クレジットカードお得情報、マリオットボンボイホテルのことなんかをね、発信しておりますので、もしよかったらですね、チャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。